今年の5月に出版しますやり抜く子と投げ出す子の習慣なぜ出版しないといけないのかその理由を話しますはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチですやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはい、ということで今日はねえっとあなたにとってあんまり有益ではないと思いますまあ、いつもが有益かどうかもちょっとわかんないんですけども、全力で頑張ってるんですけど今日は えっと、この5月に、ね、出版するということでなぜ本を出版しないといけないのか出版しようと思ったその理由っていうのを、えっと、自分とも向き合いながら言葉にしていきたいなと思ってます、えっと、これから先、ね、何度も動画にすると思うんで、えー、まとまってないと思いますけど、えー、ご容赦いただけたら嬉しいですこれが僕の真実です本音ですリアルです <laughs> ラジオ感覚で聞いいてください、えっとまあ、なんでこの「投げ出す子」と「やり抜く子」や逆やな「やり抜く子」と「投げ出す子」の習慣という本を出版しようと思ったのかそれは自分があれやりたいこれやりたいって自分がやりたいことを我慢したり犠牲にしたりしてそれを諦めてほしくない投げ出してほしくない。 だからですこの本を出版したたいと思った、うん、それはね、えー、っと僕が諦めていたから、うんあのー、投げ出す子やったんですよ。自分がやると決めたことやりたいことを我慢してそして。 やらなければならないことをやったり言いたいことも言えなかったそういう人生やったんですね大学までうんなんだろう、ん、んなだろ小学校の時好きな女の子いましたよまあ,あの学年が変わるたびに好きな女の子いたけど結局自分からは話しかけられなかったなぜなら僕が話しかけてもどうせ振られるんちゃうかどうせキモいと思われるんちゃうかどうあの子を楽しませることはできへんのちゃうかって思ったら話しかけることすらできなかったんですよその逆にその子が書いてる交換日記を取り上げてその子が書いてる好きな子をクラス中に言いましたよ <laughs> そんんなな人人いたいたでしょそんな人でししょそそれとかあのバスケットボールはいたかったんです小学校の時パパがねバスケやってたからもうバスケやりたいやりたいと思っていたけどね思っていたけどどうせバスケやっても試合に出られない僕よりも運動神経が良くて足が速くて背が高い人いっぱいおるどうせ行っても活躍できへんし補欠なんやろなそう思ったらバスケ部に入れませんでした、えー、漫画部に入りましたよ。 はい、そんな感じでいつもねあの勉強はできましたよ勉強だけはできたで成績も良かって学校では多分トップ3に入るぐらい頭が良かったと思いますでも勉強には自信があったけど自分自身には自信がなかったんですよだからいつも周りの人の顔色ががってなんか言いたいことも言われへんしやりたいことも我慢していたもうそんな、えー、子供時代やったんですねでそこからね、まあ、中学受験に合格しましたよで中学入ったら僕のこと知ってる人は誰もいない ね、中学デビューできるって新しい自分になれるんだってこっからうまくやっていくぞって思ってたけど全く同じことの繰り返しやった小学校の時とね、まあ、バスケ部に入ったんです入ってね、まあ、一生懸命練習したけど一回も 一回も試合に出られませんででしたよ、まあ、当たよよ当り前ですよ自分に自信がなかったから自分が絶対に成功すると思うことしかやらなかったんですよ。で苦手なこととか難しいなって思うことにはチャレンジしなかった。トライしようともしなかった。で、いろんな人とね、コミュニケーションする機会も小学校の時なかったから、勉強しかしてなかったから、から先輩とかに自分から話しに行くとか、コーチがどんなことを求めているとか、コーチが言ってることを聞こうともしてなかったんですよ。だから自分がやりたい練習しかしてなかった。だから、うまくチームに自分の能力がね、こう,う,うまく。 チームに入っていけなかったんですよね。うん、だからチームにとって必要な人間にならなかったってことです。一一言で言うと、うんで。上達もしなかったし、チームにとって必要な人間になれなかったし、えー、チームの輪っかにも入れなかった。うん、な,んかなんかあいつ空気読まれへんなって言って、中学に入ってね、小学校までその前ずっと自分が言いたいことを我慢してたりとかね、えー、やりたいことを我慢してたから、中学に入ってはっちゃけてたんですよ。<laughs> 言いたいこと言いまくったんですよ。<laughs> やりたいことやりまくったんですよ、最初の1年間ね。<laughs> じゃあね、あいつ空気読まれへんなって,言ってね、また嫌われた。 ですよ <laughs> はい、だからほんに自分が言いたいことも言うのも大事だけど相手が言うことも聞くことも大事じゃないですかいつでも言いたいこと言っていいってわけじゃないじゃないですか相手が言ってることも尊重した上で自分が言いたいことを伝えるこれがコミュニケーションでしょそれがねまったくできてなかったんですよでまた同じことの繰り返しで居場所がなくなって無視されて嫌われてちょっと軽くいじめられて一人ぼっちですよ中学も。 高校,な高,高校もですよ、はい、で高校2年生の時にね僕が大好きやったバスケットボールもやめましたよこれ以上やっても試合に出られへんと思ったからずっと補欠になって惨めな思いするんやったら新しい世界行った方がいいと思ったから大好きやったけどバスケットボールやめましたよでそこから もういろんなことししましたオムライス屋さんやったりね郵便局でも働いたりあとはスケボーやったりあアコースティックギターやって、あのー、駅で歌ったりしましたよ長渕剛をそれでもね、あのー、全然続かなかったもう全部半年も続かないですよ短いやつやったら3ヶ月ですわ はい、でそこからお付き合いして、まあ、彼女とかもできたけど、まあ、彼女とで,できても自分に自信がなかったからいつも自分を作っていた自分を作っていてなんやろ相手が喜ぶこと喜ぶことを言ってあげたりとかやってたんですねで最初は良かったけどやっぱ3ヶ月半年やると僕も疲れてきてなんやろあの素の自分を見せたんですねじゃあそれが素の自分が嫌やって嫌やってかあの背伸びしてた自分で付き合ってもらえてたから。 ね、でその自分と全然違うんですよその付き合う前の時と付きあった時の本性の自分がかその自分がなんか思ってたこと違うって言ってねもう振られましたよ <laughs>、はいまあ、そんな感じでなんだろうなもう結局自分の持ってる力をうまく出せなかったんですね人付き合いでも自分が持ってる力を出したら嫌われてしまう。 でえー、自分がやりたいことをやってもなんか自分が好きなことしかやらへんし苦手なこととも挑戦しないから上達しないってことで、まあ、なんやろう 何をやっても続かないしどんなことやっても結果がに結びつかへんっていう感じでもう自分に自信がなかった高校まで。で自分自信がなかったし友達もいなかったしあいつキモいってみんなから言われるし自分自身も自分はキモいんじゃないかと思ってなんていうかねあの自分のことは嫌いやった <laughs> そんな感じやったんですよねだから本当に中高までは投げ出す子やったんですよね。でそれっていうののはもしかしかたら小学校の時にもう勉強 今日しかしてなかったからっていうのは結構大きいなと思ってて、もちろんいろんな原因があるんだけど、勉強しかしてない、与えられたものに答えるってことしかしてない、本当にやりたいことじゃなくて、もう言われたことしかやってなかった。まあ、それがね一番大きかったなっていうふうに思ってます。はい。で、大学入って僕はもう変わろうと思ったんですね、うん。だってもう最後じゃないですか。大学終わったらもう社会に出るでしょ。もう大学でもう自分のこと好きになって自信を手に入れて自分が なんか望む結果を手に入れられへんかったらもう僕人生終わりやって思いましたよもうこの,この先大嫌いな自分と自信のない自分と付き合っていくなんてもう無理やってだからこの大学がラストチャンスやって思ったんですよだから僕はもうこれが最後のチャンスって覚悟を決めて、えー、ラクロスというスポーツをやることに決めました、えー、体育会の部活ですよはいラクロスっていうスポーツはなんかね棒の先に網がちょこんってついてるスポーツです、まあ、ほとんどの人がね、えー、大学から始めるんですよだからスタートラインは同じということです とこのの大学かかからの努力次第でででで日本代表ににもももななれるるるししし試合にも出れるし、えー、と活躍できんんじゃないかそう考えたすすよねしかもですよねラクロスというスポーツはバスケットをやってる人は有利なんですよ。で、ハンドボールやってる人も有利なんですよ。で、言うの忘れましたけども、高校2年生で退部した後、ハンドボール部にも入ったんですね。えーまあ、あんまり試合にも出られへんかったけど、ハンドボールにも入った。だから僕はね、ラクロスに有利なスポーツであるバスケットボールとハンドボールやってる。これってもうスタートラインみんな同じっていうけど、もうちょっと合 アドバンテージあるんんちゃうかと思ったんですよこれなら行けると思ってだからここから僕はもう、ね、自分に言い訳せずにもう誰よりも努力してもう試合に出るし活躍して自分のことを好きになって日本代表になるぞっていう覚悟でめちゃくちゃ練習しましたよア、はい、クロス部に入ってねもう朝から晩までですよもう5時に起きてですよ5時に起きて15分ぐらいでご飯食べて、まあ、犬の散歩30分あ行ってね行ってそこから学校1時間半かけて行くじゃないですかで7時にね、えっと、グラウンド着いてそこから1時間壁あってですよ をしてで8時15分ららいから練習が始まる練習みんな練習し終わったらえノートに書くんですよ何が良かったか何がかんかったかってその日の練習をちゃんと振り返ってその後に授業には行かずにみんなでご飯を食べてそこから筋肉トレーニングするんですよで筋トレしてプロテイン飲むでしょそこから家に帰って河川敷でシュートの練習をするそんなことを4年間続けて続けて続けましたよそうするとねやっぱりねうまくなるんですよ自自分分分がががやったらやっったたらだけ上手くななるし自分が何がダメなのか 何がいいのかっていうのがちゃんと分かるようになってダメなところを逃げずに練習したしでいいところを伸ばそうっていうこともやったでこれまでやってなかったんやろ、えー、先輩らとお話ししたりコーチがどんなことを僕を求めてるのかっていうのは僕は常にコミュニケーションして知ろうとしたそういうことをやってやってやり続けていったらその結果、えー、と大学3年生の時に、えー、と関西 ユース選抜にも選ばれたしあと関西ベスト10プレイヤーに選ばれてチームとしては全国3位になったと社会人チームを撃破して全国3位になったっていうすごい成績を取ることができましたまあこれはね僕だけのことじゃなくてチームみんなの力がすごいうまく組み合わさったからだなっていうのもあるんですけどまあ僕はそのねラクロスという経験そのチームの中で僕も全力でやるチームも全力でやる一つの目標に向かってみんなで一丸となってやるっていうその経験を通じて 僕は投げ出す。子からやり抜く子に変わったんですよね。はい、そこそこの時に僕が身につけた能力っていうのが、まさにライフスキルやったんですよね。非認知能力ですよ。 はいえー、自分のことだけじゃなくてチームの中で自分はどういう役割をしないといけないのかチームの役割を理解する自分の目標だけじゃなくてチームの目標を理解するで毎日計画を立ててやるべきことをちゃんと行動する行動したことで何が良かったか何が悪かったかチェックをしてそこでの反省点を踏まえてまた明日練習をするってことであったり、まあ、どれだけ努力をしても結果が出ないこともあるいろんな不安とか心配とか恐れとか出てくるけどその感情をうまくコントロールして今やるべきことにフォーカスする力 から自分がやってほしいことやりたいことをみんなに伝えるそしてチームとして勝つためにどうしたらいいのかオフェンスとディフェンスの戦略を練るそしてそれを伝えるそういうことをやってやってやり続けていったら僕はねライフスキルっていうのが身につけたんですねこのライフスキルっていうのはもういわゆる目には見えない生きる力じゃないですかなかなか学校では習わない力ですよ自分を信じる力目標を立てて計画を立てて進んでいく力一歩踏み出す勇気 これ学校ではなかなか治らない治らないというか、えっと、身につかない学ばないだけれども生きる上でとっても大事でしょでこの認知能力ライフスキルっていうのはそのまま社会でも生かすことができたんですよ僕はそのまま社会人になって営業,に営業職をやりました営業職をやるけどいろんな仕事があった営業ノルマがあったそのノルマを期間内に達成するためにはどうしたらいいんだろうって計画を立てたりとか自分がそこで思いついたアイデアとか企画案とか営業トークの例を会議で皆さんに発表して するとか皆さんから指摘していただいたことをどうしたらいいんだろうって自分の中で吸収して自分の現場で生かす力とかどんだけ苦しいこと辛いことトラブルがあったとしてもそへこたれずに起き上がってどうしたらいいんだろうっていうふうに考えて行動する力とか全部ねスポーツで学んだライフスキルっていうのを社会で生かすことができたんですよ。ね、そのライフスキルがあるからこそ自分が持っている能力であったり知識っていうのをうまく現場で発揮できるようになった。これがね 僕はねやっぱこの,この時にライフスキルって大事やなって実感したんですね心からだから生まれ持った魅力とか才能とか学校で学んでいることをうまく社会で生かせるか学校で生かせるかどうかっていうのはこれはねまさにライフスキル次第なんですよライフスキルがなかったらどんだけいい大学に行っててもどんだけ勉強しててもどんだけええもん持ってても社会で生かせないんですよね 中高時代の僕のようにもう嫌われ者になってうまくそこで自分の力を発揮できずに結果を出せないんですよだから僕はライフスキルを教育を,を提供したいと思っただから僕は会社を辞めてアメリカの大学に留学してライフスキル教育を学びそして帰ってきてから和歌山でライフスキルの学校を立ち上げてライフスキルの指導をやってるんですそれはなぜかというとえー、一人一人の子供たちが最高 こうの自分をを表現して自分らししししてててて自自分分ららくくそま人生生きいいほかですが学んだことを持っているものをどこでも発揮してほしいいつでもどこでも発揮して輝いて生きていてほしいで自分がやりたいってことを諦めずに周りの人と力を合わせながらみんなを巻き込んで行動してそしてそれを手に入れるそういう人生を歩んでほしいなって、まあ一言で言ったら夢中になって生きてほしいなって思ってるんですよ。夢中にななって生きるそそれれはねそれが幸せなんです ですね、夢中になって生きているそれは自分がやりたいことを自分で選んでその自分をありのままの自分を肯定しているそして全力で最高の自分を表現しているこの3つがそのような状態になったら最高の幸せな状態が訪れてそして周りの人からも感謝されて自分自身毎日楽しく 生きることができるそのように考えてますだから僕は子供たち幸せになってほしいし自分らしく生きてほしいそ,そしてやりたいことを諦めんといてほしいそういうことがあるからライフスキル教育を提供しているしライフスキルが学べるこの本を出版したいと思いましたはい、そういうことなんですで、ライフスキルっていうのはいつでもどこでも誰でも身につけられる技術なんですよはい、あのこれ才能とか学力とか関係ありませんライフスキルっていうのは学びたいと思った瞬間から学べるそして ご家庭でででのの関わりの中でそれを身につけるることができるんですお子さん一人ではなかなか最初は難しいその習慣を身につけていったらその習慣が習慣を毎日毎日実行していくことでそのスキルっていうのは身につけることができるんですけどその習慣化するための関わりっていうとこがすごい大切になりますで今回そのやりにくいことを投げ出すこの、えー、習慣っていうのはお子さんがそのライフスキルを身につけるための習慣 いくつかあるんですけど習慣その習慣それを習慣化させるために親御さんとしてどうやって関わったらいいのかどういう環境を作ったらいいのかっていうのにフォーカスしてこの本を、えー、まとめています。はい まあそういうこともあり、まあ出版したいなと思いました。こんな感じです。まあまとまりがない感じでしたけど、まあこれが僕の今の思いです。まあまたね、これなんで出版したいと思っているのか、なんでやり抜くを育てたいのかっていうのはね、これから何度もいろんなとこでお話しすると思うんで、えーまあ、その第1回目かな、これ第2回目かわからんけど、まあ,あのちゃんと聞いてくださってありがとうございます。で、このチャンネルではね、まさにあの子育てを頑張るお父さんお母さん、そして子どもの教育に関わる方に向けて、えー、やり抜くを育てるための関わり方や考え方、 そして、えー、行動習慣にフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信しますので概要欄からつながってくださいで概要欄といえば、えっと、やりに この育て方っていう LINE 講座を、えー、今月かなリリースしましたその詳細を概要欄に貼り付けてますそこではね週に1回動画やら、えー、とコラムやらテキストメッセージで、えー、子育てに役立つコンテンツを配信してますのでどうかそこでつながって友達になってもらえたら嬉しいですはい以上です t エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバイ